ずっとなんか繰り返してるみたいな。うん、同じことね。同じこと。それでさ、はやともさんが知ってるか、な知ってる中ででもいいですし、 お父さんが聞いたとかでもいいんですけど、うん、一番長い人でどれぐらい繰り返してるんですか。うわもう平野正門の首塚の正門さんとかはさ、もう俺にはその正門さんがいるとかが見えないからわかんないけど、うん、あのね繰り返してるっていうのと合ってるかどうかわかんないけど、うん、一番あれなのは戦争中に空爆に遭うときに、うん、そのもう見たくないって言ってこうやってグッて塞ぎ込んじゃった人たちがこの状態でまだいるっていうのが多分一番長いかなと思うな。多分死んでるか死んでないかもわかんない。とにかく怖くて怖くてしょうがないっていう気持ちのままグッてしゃがみ込んじゃって、そのままの状態で今でもその場にいるっていうのが一番な長い長いっていうか、そうね、ずっと同じ時間、その一番自分が怖かった時を繰り返してるかな。なんかかわいそうですね。うん、ほんとね。いやそれこそさ、この間 YouTube で同期のめくるくんっていうやつがいるんだけどさ、沖縄の芸人なんだよ、 YouTube 出てくれて、でそいつに聞いたら、まあ、若い時に、まあ、ちょっとやんちゃだった時に防空壕とかにみんなで肝試しに夜行ったりとかしようっていうことで、って言ってお前行ってこいよって言って手首に数珠を巻いてるやつをね、なんかお前信心深いんだからちょっと行ってなんか見てこいよって言ってバーって行ったら、あの防空壕の中で数珠がバチンと弾けちゃったんだって。でその後帰りに車にドーンと跳ねられちゃったりとかしたらしくってってことなんですよ。でこれまあバチ当たりだなっていう風に思ったり、まあ俺もバチ当たりだと思いますよ、そういうことするのはバチ当たりだと思うけど、でも何より考えなければいけないのは、防空壕の中で死にたくないって言って隠れてた人たちが空爆とかそういうので亡くなってしまった後まだそこにいるってことですからね。だっていなかったら成仏したりとか生まれ変わってたらもう何もいないわけですから。でもそこに入ってまだ怪奇現象的なことがドンと起こるってことは、未だに空爆とかで怖いと思ってた気持ちのままその中にいるってことだから、俺はね考えるとそっちの方が切ないかなっていうふうには思いますね。やはりやっぱり戦争っていうのが一番やっちゃいけないというか、まあ、そうですね、しんどいあれですよ、はい、と思いますね僕は。はい、真面目かよ。餃子2個食いこの餃子本当に美味しいですよね。美味しい。普通に正規のやつだよ、正規でその辺で売ってるやつだよ。この餃子本当に美味しいですよね。めちゃくちゃ美味しい。それめっちゃ普通のその辺で売ってるやつです。これは本当美味しいですね。カツラ買いましたかって言われるよ。カツラ、あカツラいつもより挑発のにしちゃいましたね。ちょっと今手元になくて、もうこれかぶるしかなかったです。カツラって言っちゃったじゃないですか。確かに確かに。